ニューギニアの戦いは、第二次世界大戦中期以降、ニューギニア戦線において、日本軍と連合国軍との間で行われた一連の戦闘である。大東は戦争開始後まもない1942年1月、日本の大本営は、ニューギニア及びソロモン軍島の用地の攻略を企画すると決定し、ニューギニアについては、例、サラモア攻略後なし売れば、 ポートモレス B を攻略するとした。この決定により1942年3月8日、日本軍は東部ニューギニアの羅へサラモアに上陸し占領した。これがニューギニアの戦いの始まりであり、ダグラス・マッカーサー大将が率いる連合軍との間で1945年8月15日の終戦まで戦いが続けられた。連合軍の優勢な戦力の前に日本軍は 次第に、生海圏、生空圏を失って補給が途絶し、将兵は、飢餓や過酷な自然環境とも戦わねばならなかった。ニューギニアに上陸した20万名の日本軍将兵の、うち、生還者は2万名に過ぎなかった。また台湾高砂族による、高砂義勇兵や朝鮮主願兵、チャンドラボース支援のインド兵やインドネシア人兵法も、戦闘に参加している。 ニューギニア島は日本から真南に5000キロ、オーストラリアの北側に位置する熱帯の島である。面積は77万平方キロと日本の約2倍の広さであり、島としてはグリーンランドに次いで世界で2番目に大きい。石量山脈には4000メートルから5000メートル級の鉱山が連なり、熱帯にありながら万年雪をいただいている。十九世紀の帝国主義の時代。 ニューギニア島は西半分がオランダ領、東半分の北側がドイツ領を、南側がイギリス領に分割された。その後1901年のオーストラリア独立に伴って旧イギリス領はオーストラリア領となり、第一次世界大戦後は旧ドイツ領がオーストラリア委任統治領となった。1942年当時、ニューギニア全島のほとんどは 熱帯雨林と湿地帯によって占められ、人口密度は1平方キロあたり2人以下で、人口調査ができないほどの未開の地であった。沿岸部にはポートモレスビーなどの小都市が存在したが、山間部には狩猟、採集や、サゴヤ市の澱粉室である、サクサクの採集、イモルインの旗作などによって生活する、原住民が居住していた。太平洋戦争が開始されると、日本軍は、 トラック諸島の海軍基地を防衛する必要からニューブリテントラバウルを攻略し前進拠点とした。しかしラバウルはオーストラリア領ニューギニアの中心拠点ポートモレスビーの基地から爆撃圏内にあった。日本軍はラバウルの防衛と米豪社団作戦を視野に入れてポートモレスビーの重要性を認識し海路からの上陸作戦を計画した。作戦は MO 作戦と名付けられ、ニューギニア島の北岸のライやサラモアには、全身航空基地の設営が計画された。連合国軍にとっても、ポートモレスビーは、オーストラリア本土の最後の防衛線であり、絶対に守り抜かねばならない拠点であった。また、フィリピンから脱出して、オーストラリアに拠点を置いていたダグラス・マッカーサー、大将にとっては、オーストラリアから、 ニューギニア東北岸を経由するルートは、フィリピンを奪還し、東京へと至る対日反抗ルートの起点でもあった。1942年3月8日、日本軍がライトサラモアへ上陸して、ニューギニアにおける本格的な戦闘が開かれた。今日に伝わるパプアニューギニアの伝統文化、ニューギニアにおける戦いは過酷な自然環境との戦いでもあった。 日本兵の死因の多くは直接の戦闘によるもので、なく、マラリア、アメーバセキリ、デング熱、腸チ,チフスなどの熱帯性の感染症と飢餓による栄養失調と餓死であった。戦時中に日本で上映されたニュース映画、日本ニュースの中では、ニューギニアの自然環境を、先古不越を知らざる、樹海、症例の暗黒地帯、悪疫症例の番地と述べている。 自然環境との戦いには、連合軍も苦しめられ、マラリアを媒介する浜田かの駆除に DDT が活用された。ジャングルにおける行軍では、方向感覚を失った部隊が同じところを回ることが少なくなかった。これは、人間が左へ、左へと進む習性を持つためであり、誘導員か方位磁石が不可欠であった。また、ワニなどの動物に食べられるものもいた。 ニューギニアの原住民は日本軍と連合軍の双方から過酷な仕事を命じられながら忠実に物資の輸送や道案内を行い負傷者の面倒見に一役買った。また、両軍のスパイや民兵として活躍する者もいた。中には逃亡する現地人もいたものの日本軍から真面目で忠実と称賛され連合軍からも黒い天使と呼ばれた。ただし、現地人は 食料よりタバコを欲しがるということで、日本軍では訓練された台湾の高砂族に対する評価の方が高いケースもある。戦争末期に日本軍が分散自活の体制に入ると、原住民の中には連合軍と通じて日本兵を襲撃する者も,も現れた。ジャングルでの行動に慣れた原住民に対して衰弱し、 少人数に分散した日本兵はなすすべもなかった。一方で、食料採取などにおける、原住民の協力なしには、日本兵の多くは、生きながら得ることはできなかったであろうことも事実である。物資と補給能力が乏しかった日本軍では、短期決戦を重要視した戦略の基本だったため、食料などの物資の補給は、もっぱら現地調達だった。しかし、日中戦争と違い、 人海や田畑が少なく、ジャングルが広がる南方戦線では、食料を調発することもできず、獲得するのに苦労した。ニューギニア戦線での各部隊の任務としては、通常の兵隊業務に加え、工作や食料採取が任務となっていた。ごく短い期間のみ、戦闘形態食を主として補給がされないまま少量の米、サゴやシデンプン、タロイモなどの芋類、 ヤシの実、バナナの果実類は言うに及ばず、雑草を糧とし、他にヤモリ、トカゲ、コウモリ、ワニ、ノネズミ、ヘビ、イボガエル、モグラ、ノブタなどの動物、ゲンゴロウ、トンボなどの昆虫を採取していた。特に、ヘビ、ワニ、イボガエル、ノネズミ、ノブタなどは稀に採取される機会がありスタミナ食として、沈重されたという。戦闘末期、海上封鎖によって、 物資の補給が途絶えると完全に自給自足の生活を余儀なくされた。また、地域や部隊によっては、人肉食や個人的な原住民の交流などから、真水や食料の取得方法を教えてもらうケースもあった。米軍では、主に戦闘食を生産し、利用した。缶詰のバリエーションは豊富で、肉類をはじめ、 卵屋のミミズの缶詰まであり、ジャングルでの潜伏戦闘では特に重宝された。南方戦線では補給線が短く、食料などの物資は船舶や航空機によってこまめに供給された。また、家畜なども空輸されることもあり、キャンプの近くでは放牧が営まれ、新鮮な肉を得ることが可能だった。食事は調理班が調理をし、 疑問やクリスマスの日などの特別な時は、ケーキなども振る舞われた。ニューギニアの戦いに参加した両軍の部隊を列挙する。参加部隊には入れ替わりがあり、同時期に全部が揃ったわけではない。1942年、1943年、1944年、1945年、1942年1月23日、オーストラリア委任党治療のニューブリテン島ラバウルに、 上陸した。守備隊のオーストラリア軍は2月6日までに降伏した。アメリカ軍は空母機動部隊によるマーシャル諸島などへの散発的な空襲を行っていたが、日本軍のラバウル進攻により、空母レキシントンを機関とする機動部隊を派遣し、一撃離脱に限定した空襲を計画した。しかし2月20日に日本軍に発見され攻撃を受けたことから、 作戦継続を断念して引き返した。1942年3月8日、日本軍は連合国軍の拠点ポートモレスビーの攻略を視野に入れて飛行場を確保するため、南海支隊の一部をサラモアに海軍陸戦隊を来に上陸させた。どちらも連合軍はすでに撤退していたため、抵抗を受けることなく、占領が行われたが、3月10日、クーボ、ヨークタウン、 歴ントンを機関とするアメリカ軍空母機動部隊が日本軍を空襲した。この攻撃で付近にいた艦船は4隻が沈没、9隻が損傷した。3月末から4月半ばにかけて、オランダ領ニューギニアの攻略が行われこちらは無事終了した。四月末、日本軍はポートモレスーに海から上陸して攻略を目指す MO 作戦を発動し、 1> 第1航空艦隊の空母機動部隊の一部と第4艦隊及び上陸部隊の南海主体がポートモレスビーへ向かった。連合国軍もこれを阻止すべく空母機動部隊を投入した。5月7日、8日の2日間にわたった35回海戦は史上初の空母同士の戦闘となり、連合軍が空母、歴ントンを失った一方、日本軍は空母、 サチオトリと関西北数を失った。日本軍にとって関西基層室の影響は大きく、上陸部隊輸送船団を護衛することは困難と判断され、MO 作戦は中止せざるを得なくなった。その後、6月のミッドウェイ海戦で多くの空母を失ったため、海路からのポートモレス B 攻略は不可能となった。日本軍は中止になった。 MO 作戦に代わる作戦として、ニューギニア島のソロモン海側から最高峰4000メートルのオーエンスタンレー山脈を越えて、ポートモレスビーまで直線距離にして220キロを陸路進行するというレゴー作戦を立案した。5月18日、ソロモン諸島方面及び東部ニューギニア方面を担当する戦略兵団として第17軍が編成され、 南海支隊を指揮下に置いた。第17軍司令官、百武春吉中将ははじめ南海支隊に対して、離合研究と称した偵察を命じたが、大本営参謀辻正信中佐は、作戦の即時実行を指示。この影響で、第17軍はろくな事前調査もないまま7月18日に、ポートモレスビー攻略命令を発した。7月21日、 先見隊の独立工兵第15連隊がブナの近くのゴナに上陸し、8月18日に南海死体主力も上陸した。南海死体はオーエンスタンレー山脈の標高2000メートル以上の峠を越え、9月16日にポートモレスビーの明かりを遠望できる直線距離50キロのよリバイワまで進撃した。しかし、そこで食糧弾薬の補給が途絶えた。 馬筆や人力による搬送はすでに地形的に限界を超えていた。また8月のアメリカ軍のガダルカナル島上陸により、ソロモン諸島の戦いが激化、作戦機が引き抜かれて、制空権を失い空輸による補給も不可能だった。南海支隊には交代命令が出され、将兵は飢餓とマラリアに苦しみながら、元北山道を引き返した。さらに10月、 アメリカ軍第32不評師団の一部が山脈を越えて空輸され、南海支隊に先回りして、ブナを伺う形勢となった。第17軍は南海支隊に対してブナへの転身を指示した。転身の途上南海支隊長、堀井少将は11月19日カヌーで食う、虫側を折り回路ブナへ向かったが、突風に煽られて、カヌーが転覆しで起死した。 ニューギニア島の東端に位置するミルン湾は海空の基地の公的地であり、6月よりオーストラリア軍が湾沿岸のラビに飛行場建設を開始していた。日本軍は1942年8月4日にラビに連合軍の新飛行場があることを発見した。ラビの飛行場は日本軍にとって重大な脅威になるものと判断され、攻略の必要に迫られた。この頃、陸軍は ポートモレスビー陸路攻略作戦を行っていたため、戦力に余裕がなく、ラビの攻略は海軍で行うことになった。8月24日、第8艦隊の支援のもとに、海軍陸戦隊がラビへの上陸作戦を実施した。しかし、連合軍側の防衛体制は、日本側の予想より、はるかに強力で、二度の飛行場攻撃はいずれも多くの損害を出して失敗するとともに、 足の皮膚病のために歩行困難になる者が続出して攻撃の継続は困難な状況になった。さらに連合軍が積極的な反撃を開始したため日本軍の状況はますます悪化し9月5日にラビ攻略部隊の撤収が決定され作戦は失敗した。この戦いはニューギニアにおける日本軍の最初の敗北となった。ブナは ポートモレスビー作戦の拠点とするため1942年7月21日、日本軍が上陸した。ブナとゴナには少数の連合軍がいたが、すでに退却していたため戦闘はなかった。ここからポートモレスビー攻略部隊は出発したが、攻略作戦は失敗に終わった。日本軍は11月9日、第17軍の上に第8方面軍を第8方面軍のに、 第18軍と第6飛行士団を新設した。これは、第17軍には、戦況が悪化するソロモン諸島方面に専念させ、東部ニューギニア方面は、第18軍を当てて、戦線の立て直しを図るものであった。第18軍司令官には北品、方面軍参謀長の職にあった足立23、中将が起用された。南海市隊長の後任には、 小田検索少将が認じられた。11月中旬、オーストラリア軍第7師団と、アメリカ軍第32不評師団がブナ・コナ地区へ向けて前進していた。この頃のブナ方面の日本軍は、ポートモレスビー攻略の失敗と撤退により疲弊した部隊が多く、その戦力はあまり望めない状況であった。だがブナ・コナ地区は、 日本軍のポートモレス B 作戦の削減地であり、ここを失えばポートモレス B 攻略は不可能となる。そこでラバウルから増援を輸送することになったが、制空権がない中でワブナゴナ地区へ南海主隊の補充兵と独立混成第21旅団、不評第229連隊の一部を増派するのがやっとであった。連合軍は構成を強め12月8日にバザブアの 守備隊が玉砕、1943年1月2日にブナの守備隊が玉砕した。最後に残ったギルワ守備隊は玉砕の覚悟を決めたが、足立軍司令官は玉砕を今しめクムシかわぐじへの撤退を命じた。1月17日、小田少将は歩行可能な将兵をギルワから脱出させた後、自らは拳銃で自決した。 南海市内の上陸以降の一年の地上戦闘により投入された日本軍将兵一万1名のうち七千六百名が戦士あるいは戦病死し、ブナ、ゴナ、ギルワにおける日本兵の捕虜はわずか二百名から二百五十名余りという結果となった。十二月末から陸軍の第六飛行士団の航空機がブナの戦闘に参加し、以後ニューギニアでの航空戦は 陸軍航空部隊が主に担うことになっていく。日本の大本営は、ポートモレスビー陸路攻略作戦が失敗し、さらにブナの日本軍が玉砕した後もポートモレスビー攻略構想を放棄せず、将来のポートモレスビー攻略作戦に備えるとして、ラエ、サラモア、マダン、ウェワクの増強を策定した。これに基づき多くの兵員と物資が東部ニューギニアに送られることになる。 1943年1月、日本軍は第20師団と第41師団を第18軍指揮下に編入して、ニューギニア島北部のウェワクへ輸送するとともに、ガダルカナル島の戦いへの投入が予定されて、ラバウルに集結していた第51師団をラエサラモア地区へ輸送することとした。ブナゴナ地区から撤退することができた核部隊の残存者は、 第51師団の指揮下に入り、ラエサラモア地区へ集結後ラバウルへ交代することとなった。ラエの最初の輸送作戦、第18号作戦は1月5日にラバウルを出発、空襲による損害を受けながらも岡部死体の大半をラエへ輸送することに成功した。上陸後、岡部死体は、 サラモアの南西6 0トルの山間部にある鉱山町ワウの攻略作戦を開始した。ワウは飛行場を有し、連合軍の構成拠点となる潜在性があったため、棄船を制して占領しようとしたものである。1月14日にサラモアを出発し1月28日にワウの攻撃を開始したが、連合軍の反撃と食料を不足のため大きな損害を出して攻撃は失敗し、 2月13日にワウからの撤退を開始した。第20師団は1月中から下旬に、上枠に上陸し、日本軍は続いて、第41師団、第20師団の残り、第51師団の主力などを輸送する、第81号作戦を実施した。このうち、第41師団は2月下旬に無事、上枠に上陸したが、第51師団の7300名を乗せて、 来に向かった輸送船団は3月2日から3日にダンピール海峡で連合軍の空襲を受け輸送船8隻すべて特築艦4隻が撃沈され3600名が戦死したこのすぐ後に行われた第2師団の残りの輸送はハンサに向かい無事上陸したその後小規模に分かれた集停や駆築艦による輸送により連合軍の目をかいくぐって 不評第66連隊の大半の輸送に成功し、第51師団師団長、中野秀光中将もサラモアに到着することができた。足立軍司令官、吉原参謀長、杉山作選主任参謀らからなる、第18軍司令部は、4月19日に、ラバウルからマダンへ進出した。第6飛行師団もこの頃、部隊の主力がラバウルから上枠やその周辺に、前進した。 ラエサラモア方面への海上からの輸送は、連合国側の航空戦力の充実とともに次第に困難さを増した。このため、第18軍司令官は1月に上枠に上陸した第24団をマダンに移動させ、ラエまで物資を陸路で輸送するためのマダン、ラエ自動車道の建設を命じた。連合軍の制空権下で輸送船がギリギリ到達可能なマダンから、 フィニステイル山系を横断し、ラムカ国からマーガムカ国を通って最前線のライへ至る全長300キロの道路計画であった。日本軍には連合軍のような重機はほとんどなく、主にツルハ橋と木コによる人力作業であり、多くの河川や熱帯特有の豪雨のため、その混乱さは計画時の予想を大きく上回るものであった。それでも4月から工事を開始し、 6月までに180キロを完成させた。しかし、そこで戦況の緊迫化もあり建設工事は放棄された。毎日自らシャベルを傾向して工事の陣頭式に当たっていた第二十四団長も、この工事の間にマラリアで沈没した。この間幾度かニューギニアの困難な状況をもとにニューギニア法規論も提起されたが、これが採用されることはなかった。 ガダルカナル島の戦いに勝利した、連合軍はソロモン諸島方面及び東部、ニューギニア方面で本格的反抗に転じようとしていた。1943年3月28日、アメリカ軍統合参謀本部はカートホイール作戦を発令した。作戦はダンピール海峡の突破とラバウルの孤立化を目標とし、以下の地域を攻略するものであった。 作戦遂行のためマッカーサーは新たに編成された、アメリカ第6軍を増援として与えられた。ニュージョージア島の日本軍のムンダ飛行場をダッシュ、ニューギニア島のラエ、サラモア、フィンシュハーフェン、マダンの攻略ニューブリテン島西部の攻略ブーゲンウィル島の日本軍の部員飛行場をダッシュサラモアにあった第51次第は、本格戦闘可能な戦力は、不評第66連隊のみ、 補給、増援はほとんど期待できないという状況下であったが、6月に、ウイバリで積極的攻撃を行った。だが6月22日に、ウイバリの外郭のミネコーチを占領したところで、限界に達した。6月30日に、アメリカ軍第162連隊戦闘団が、サラモア南方のナッソワンへ上陸、サラモアへの圧迫を強めた。日本軍は、 戦況の悪化に対応するために、航空戦力の増強を図り、ジャワ島やチモール方面で活動していた第七飛行士団の主力をニューギニアに移動して、第六飛行士団と合わせて、第四航空軍を新設した。第七飛行士団は7月下旬にウェワクやブーツに到着したが、第四航空軍が搭載を発動してから1週間後の8月17日から18日に、ウェワクやブーツは、 連合軍の大規模な空襲を受け、100機を超える航空機が損壊してその戦力は大きく減毛した。9月、連合軍は、ライの攻略へ向けて攻勢に出た。9月4日、北アフリカ戦線から戻ったオーストラリア軍第9、師団が、ライ東方のほポイに、上陸、翌5日には、マッカーサー大将自ら B-17 に、登場して特戦する中、 内北西20キロのナザブ平原に、アメリカ軍第503空挺連隊と、オーストラリア軍第7師団の一部が、空挺降下した。内の守備兵力は、第41方兵団長、正下良一少将が率いる、不評、第238連隊の一部の他は、後方部隊や海軍部隊のみであった。サラモアの、第51師団は退路を断たれる危機に陥った。 第51師団は、サラモアを脱出して、大へ、交代、さらに大からも撤退した。連合軍は9月11日に、サラモアを9月16日に、大を奪還した。日本軍の撤退は、標高4000メートルの瞬間サラワケット山系を超える経路で行われ、上や寒さ、落石や転落によって、多くの将兵が命を落とした。 ライサラモア地区に投入された2万の陸海軍兵力のうち1万が戦死し、1000名以上が山越えで命を落とした。フォン半島北岸のキアリにたどり着いた者は7500名。その大半が傷つき疲れ果てた半病人であった。ライを攻略した連合軍の次の目標はフォン半島先端フィンシュハーフェンであった。フィンシュハーフェンはダンピール海峡を訳す拠点であり、 日本軍の船舶輸送の基地でもあった。8月時点の守備兵力は、第1船舶団長、山田栄座少将の指揮する、広報部隊しかなく、足立軍司令官は、第2師団から不評第80連隊を急破した。1943年9月22日、オーストラリア軍第9師団の第20旅団が、フィンシュハーヘン北方のスカーレット海岸に上陸した。 不評第80連隊はサテルベルグコーチへ交代し、10月2日、オーストラリア軍はフィンシュハーフェンを占領した。オーストラリア軍では第26旅団が増援に到着した。日本軍も不評第79連隊を機関とする第24団主力を送り込み、足立軍司令官自身もマダンから司令部を前進させ反撃に移った。10月17日未明、 不評第79連隊杉野中隊は、第83隻に分譲して、オーストラリア軍の背後のスカーレット海岸へ、奇襲上陸を仕掛けたが、第24団本隊との連携が十分ではなく、オーストラリア軍に打撃を与えることはできなかった。一週間後、敵中を横断して、日本軍の本営にたどり着いた生還者は7名に、過ぎなかった。その後も、 第2四弾による攻撃は続けられた。日本兵は夜間オーストラリア軍の防衛線に侵入し、ついでに原住民の畑から芋を湿気してくるという芋掘り野州で食いつないだ。だが食料弾薬の補給の乏しい日本軍の攻勢は徐々に弱まり、逆に押し戻されていった。オーストラリア軍は11月27日にサテルベルグ高地を制圧した。 12月19日に第20師団は転身命令を出し、日本軍の残存の将兵は、フォーム半島北岸のキアリに向けて後退していった。さらに1944年1月2日、マダンとキアリの中間にあるサイドルに、アメリカ軍第126連隊戦闘団が上陸し、キアリにあった第20師団と第51師団は退路を断たれてしまった。日本軍は海岸を迂回し、 フィニステル山系の中原を横断して、ガリからマダムへ撤退した。第51師団将兵にとっては、サラワケット越えに続く二度目の山越えであり、兵士たちは、自らの様を、足立軍のカニの横ばいと自重した。山脈の中原では、山の上に降ったスコールが鉄砲水となって、襲いかかってくることもあった。フィンシュハーフェンの戦いにおける、 オーストラリア軍第9師団の死者は283名に達した。日本軍第20師団は投入兵力の3分の2を失った。その頃、オーストラリア軍第7師団は日本軍が道路を建設していたルートを逆にたどってラムカ国にまで進行していた。この地区を守備していたのは中井マス太郎少将の率いる第20師団不評第78連隊であった。 1943年10月から1944年1月にかけてオーストラリア軍はフィニステル3系の艦機霊を守る日本軍と戦闘を重ねた。ことにシャギー・リッチでは守備する片山中隊が頑強に抵抗し激戦となりオーストラリア軍も陸空の攻撃を集中させ片山中隊は一兵残らず全滅した。 1944年1月31日までに、オーストラリア軍は、日本軍をフィニステル3系から撤退させ、マダンの日本軍拠点の手前まで迫った。1943年12月14日、連合軍は、ダンピール海峡の確保を目的として、ニューブリテン島西部に侵攻した。連合軍は、アラウェイ帯に激しい空襲を行い、翌15日未明、 アメリカ軍第112機兵連隊戦闘団が同地に上陸した。ニューブリテン島西部は第8方面軍指揮下の第65旅団と第17師団の一部が守備についており、上陸軍に対して激しく反撃した。しかし12月26日にアメリカ海兵隊第1海兵師団がニューブリテン島西端のグロスター岬にも上陸したため、 西部ニューブリテン島の日本軍は、島の東に向かって、退却を開始した。これにより、ダンピール海峡は突破され、ビスマーク海は連合軍の制圧下となり、ラバウルからのニューギニア方面への補給は絶望的となった。1944年2月29日、ビスマーク海の北西端に位置するアドミラルティ諸島のロスネグロス島へ、 アメリカ陸軍第一機兵士団が上陸した。アドミラルティ諸島の守備兵力は、市長兵第51連隊長、江崎義夫中佐の指揮する不評2個大隊弱他3830名であった。ロスネグロス島守備隊は3月10日頃には玉砕し、生き残った将兵は、ロスネグロス島からマヌス島へ転身して、山中で抵抗を続けたが、5月1日には、通信が途絶した。 アドミラルティ諸島の陥落によってラバウルは法以下に置かれ、連合軍は西部ニューギニア侵攻へ向けての基地を確保した。南東方面の戦況が悪化する中、日本軍は豪北方面の防衛体制を強化するため、1943年10月30日に第二方面軍を新設した。第二方面軍は満州の父春にあったものを転用し、軍司令官も アナンコレチカ大将がそのまま発令され、司令部はミンダナオ島のダバオに置かれた。第二方面軍はこれまで、ゴー北のバンダ海、チモール方面で作戦を行ってきた第十九軍と、新設の第二軍を指揮することになり、西部ニューギニア伊勢は第二軍の担当とされた。第二軍司令部も満州から転用されたが、司令官には、豊島房太郎中将が信任され、 豊島中将は12月1日に、マノクワリに到着した。第2軍に配属される、第36師団は12月翌年1月に去る、ミに到着した。到着後の最大の任務は飛行場の建設であった。東部ニューギニアの第18軍と第4航空軍は、ラバウルの第8方面軍からの指揮が困難になったため、1944年3月25日に、 第2方面軍の指揮下に編入された。第36師団に続いて派遣する部隊の選定は、マリアナ・パラオ方面の情勢が緊迫する中で2点3点し、最終的に派遣された主要部隊は第35師団と海上軌道第2旅団となった。しかし、これらの部隊はニューギニア方面に向かう途中で、アメリカ軍潜水艦の攻撃で戦地到着前に、 戦力の多くを喪失した海上軌道第二旅団の遭難。制空権、制海権がなく、船舶も不足する中での輸送は困難を極め、これらの部隊がニューギニアの西端のソロンやその東方の間の区割りに到着したのは1944年5月下旬から6月上旬であった。前述のように、 第18軍は1944年3月25日以降、第2方面軍の指揮下になっていたが、第2方面軍司令官、アナンコレチカ大将は、アドミラルティ諸島を奪取した、連合軍の次の目標はウェワクであると判断し、第18軍に対して、マダンを捨てて、ウェワクへ転進するよう命じた。マダンからウェワクへ行くには、山越えの代わりにセピック川川口の大湿地帯を、 横断しなければならない。少数の大発は残っていたが、連合軍の魚雷艇が活発に活動していたため、海上移動はより危険であった。第18軍将兵は、泥の中に直立して下水するような数日を経て、湿地帯を通過した。大発で上枠に向かっていた第20師団長、片桐茂中将は、魚雷艇の襲撃を受けて戦死した。このようにして、第十八軍が、 西の上枠に向かっているとき、連合軍はフィリピン攻略という戦略目標にとって価値がない。日本軍の拠点は放置して必要な拠点のみを攻略していく飛び石作戦に移っていて、マダン、ハンサ、上クなどの日本軍の拠点を一気に通り越し、1944年4月22日にホーランジアとアイタッペに進攻した。 ホーランジャーは良好な港湾と飛行場的地があり1943年3月に日本海軍が飛行場を建設した。その後は陸軍により飛行場の増設が行われ、ウェワク方面の広報基地と補給拠点の役割を果たしていた。日本軍は東部ニューギニアの戦況が悪化する中、1944年3月頃からウェワク方面の 第四航空軍のホーランジアへの交代を進めていた。しかし、ホーランジアは3月30日に連合軍の大空襲を受け130機余りの航空機が地上撃破された。さらに、連合軍の上陸前日の4月21日に空母部隊の空襲を受け、ホーランジアの航空機は壊滅した。連合軍のホーランジア侵攻の主目的はフィリピンに向けて、さらに精神するために、 航空基地を開設することであった。アメリカ軍第24不評師団がホーランジア西側のタナメラ湾へ第41不評師団が東側のフンボルト湾へ第163連隊戦闘団及び第32師団が空いたペー上陸した。日本軍は航空偵察によりニューギニアに向かう連合軍の輸送船団を発見していたが、 第18軍は上陸の前日の午後においてもまだん、または上枠方面に上陸する可能性が高く、ホーランジアに上陸の可能性は低いと判断していた。ホーランジアにあった日本軍は14,600名と数は多かったが、実態は第18軍の兵隊部隊や第6飛行士団、海軍第9艦隊など地上戦には不向きなものばかりで、 ほとんど抵抗できないまま壊滅した。将兵は、西方のサルミへ陸路を配送したが、到着できた者は500名、内内地へ生還できた者は143名という、ありさまであった。アイタペの日本軍2200名も、同様に壊滅した。この結果、上枠の日本軍は、戦線の後方に取り残されることになり、補給も、完全に途絶する。 一方の連合軍側はマッカーサーが自らポーランジアへ司令部を進め、そこからフィリピン奪還作戦を指揮することになる。1944年6月中旬にニミッツ大将の指揮でアメリカ軍のサイパン島への進行が予定されており、マッカーサー大将はこの作戦に協力するために必要な飛行場を確保することを目的として、 枠で島とサルミの日本軍の飛行場を攻略することにした。しかし、精査してみるとサルミの飛行場は良好でなく、美薬島の飛行場は良好であることが判明し、美薬島も攻略することが決定した。この結果、サルミ進行の目的は、枠で島の攻略を対岸からの砲撃で支援するためと、枠で島を占領した後にサルミの日本軍から島を、 攻撃されることを防止するためとなった。サルミ枠で島地区は1943年12月に第36師団が到着し、これを機関とする1万4000名が守備していた。1944年5月17日、サルミ東方のマフフィン湾へ、アメリカ軍第6不評師団、第31不評師団、第123連隊戦闘団、第158連隊戦闘団が上陸。 翌18日に枠で島へ第163連隊戦闘団が上陸した。不評第224連隊石塚中隊を機関とする800名の枠で島守備隊は26日までに抑砕した。サルミ地区のマッフィン湾岸のローントリーヒルでは日本軍がアメリカ軍第158連隊戦闘団と激戦を繰り広げ、アメリカ軍に大きな出血を敷いた。 その後日本軍は後退して、自給体制に入り、連合軍がも、積極的な攻勢は行わず去る未知区の兵力の配備を次第に縮小する中で終戦を迎えた。日本軍の当初の1万4000名のうち生還者は、わずか2000名であった。美役島は、ニューギニア西部ヘルビング湾で最大の島である。石灰岩室の広く平坦な飛行場的地を有し、日本軍から見れば、 フィリピンから東部ニューギニアの前線へ至る飛行経路に、連合軍から見れば、パラオとフィリピン南部を爆撃圏に収める位置にあった。日本軍は1943年12月に、第36師団の不評、第222連隊を機関とする美薬師隊が島に上陸し、モクメル飛行場の建設を進じていた。日本軍ではさらに北市から第35師団を美白島へ転用し、 玉月で、不評、第222連隊を、ニューギニア本島へ移動させる計画であったが、第35師団は竹市船団による、輸送途上で、潜水艦攻撃を受けて、大損害を被り、ニューギニア島生誕のソロンまでしか到達できなかった。最終的に、美薬島に配置できた兵力は、陸軍11,267名。 海軍1947名を数えたが、飛行場設営隊や海上輸送隊、開拓勤務隊が多数を占め、戦闘部隊は、不評、第222連隊の3815名を中心に、海軍陸戦隊を加えても4500名に、過ぎなかった。1944年5月27日、アメリカ軍第41不評次第が、 美悪島への上陸作戦を開始した。5月28日から29日にかけて、アメリカ軍は飛行場へ向けて前進し、日本軍も95式系戦車給料が出撃して、M4 中戦車との間で戦車戦が正規した。日本軍は戦車の大半を失ったが、アメリカ軍も逆包囲される危機に陥り交代した。飛行場占領の予定は大幅に遅れた。 アメリカ軍は第34不評連隊を追加投入するとともに第41不評師団長ホーレースヒュラー少将は解任され第1軍団長アイケルバーガー中将が直接作戦の指揮を取った第2方面軍は第35師団の第221連隊の1個大隊等をビラク島に増援したが大本営はビラク島守備隊の前線を見て 本格的増援として、海上機動第二旅団を送り込む今作戦を立案した。6月2日の第1次、6月8日の第2次作戦は、ご判断や空襲により失敗した。連合艦隊司令部は、美役島周辺の水上部隊を撃破しない、限り今作戦は無理と判断。大和武蔵一家の戦力を整え、第3次作戦を試みたが、6月11日に、 アメリカ機動部隊がマリアナ諸島へ来襲したため、美薬島どころではなくなり作戦は中止となった。美薬島では、司令部の置かれていた西洞窟が1ヶ月の抵抗の末に6月27日に、ついに陥落、くずめし隊長も7月2日に実決した。残存の各部隊はジャングルに逃げ込み分散自活し、アメリカ軍は8月20日、美薬作戦の終結を発表した。 日本軍の戦後の生還者は520名で、アメリカ軍の戦死者は471名、戦勝者2443名であった。1944年7月2日、アメリカ軍はヌンホル島にも飛行場確保を目的として進行した。ヌンホル島には日本軍の飛行場があったが兵力は守備隊の不評、第219連隊の一個大隊と、 航空関係部隊を合わせて約1500名に過ぎなかった。上陸したのはアメリカ軍第158連隊戦闘団で翌3日に第503空挺連隊も降下した。アメリカ軍は8月31日に完全制圧を発表、日本軍の生存者はわずか12名であった。続いて7月30日、フィリピン奪還に向けてニューギニア北岸を精神していた。 連合軍の最後の上陸がマノクワリとソロンの中間のミオス島と対岸のサンサポールで行われた。次のモロタイ島上陸作戦に向けた基地と飛行場を設営するためで上陸したのはアメリカ軍第6師団であった。これに対し日本軍は若干の抵抗を成し得ただけでマノクワリソロン間は陸上、海上とも遮断された。1945年1月。 ソロンの第35師団は部隊をサンサポールに派遣し2月から攻撃を開始した。しかし、すでにフィリピン上陸を果たしていたアメリカ軍にとってサンサポールの飛行場は無価値で積極的に防衛する意図はなく飛行場を放棄した。日本軍も5月に作戦を打ち切り監視部隊を残してソロンに撤収した。アイタペの戦い1944年6月、 上枠には、第18軍の残存兵力が集結していた。東部ニューギニアに投入された総計16万名の兵力は、この時5万4千名にまで減少していた。残存部隊も、それまでの戦闘と補給途絶による気が飛び大きで、消耗した状態だった。6月20日、大本営は、第18軍を第2方面軍指揮下から、方軍直属へ移し、 東部ニューギニア領域における地球を命じ、積極行動の停止を促した。しかし、足立軍司令官は最後の決戦としてアイタペ奪還を命じた。上枠を放置して先に進んだ連合軍をそのままにできず、また、上枠地区で採取できる食料の量では5万4000名を養うことは不可能だと判断されたからである。日本軍は第24弾。 第41師団、不評第66連隊の計2万人で200キロ製方のアイタペに向けて出撃した。これに対し、連合軍もアイタペ東方30キロのドリニュモール、側に防衛線を敷き、アメリカ軍第112機兵連隊戦闘団、第32不評師団、第124連隊戦闘団、第43不評師団を順に急破した。投入兵力は、 双方二個師団半であったが、日本軍の一個師団は実数一個連隊に過ぎなかった。7月10日夜から日本軍は都下攻撃を開始し、一時はアメリカ軍を包囲する態勢に入った。しかし、アメリカ軍の増援部隊が到着すると押し戻された。日本軍の後続部隊は空襲や艦砲射撃に移動を妨害された。8月4日には日本軍の食料、 弾薬はつき、各不評連隊の兵力は100名以下にまで損耗した。足立軍司令官は攻撃停止を指令し、日本軍は撤退を開始した。日本軍の損害は戦死者だけで1万3000名に達し、アメリカ軍の死傷者は約3000名であった。ウェワク地区での自活とオーストラリア軍との戦い相たペ決戦に敗れた第18、軍はウェワクへ後退した。 各部隊は、ウェワクからセピック川流域の地域に分散し、1944年秋にアメリカ軍と交代したオーストラリア軍との散発的戦闘を繰り返しながら、原住民の協力を得て、食料を採取し自活した。サクサクのほか、草の根やトカゲ、昆虫の類など、食べられるものは何でも食べたが、将兵は飢餓と感染症に倒れていった。 毒のある植物を食べて中毒死したものも少なくない。4000メートル級の産地越えでは貧弱な装備と低下した体力のために投資者も続出している。後の証言によれば日本兵が日本兵や現地人を襲って食べる人肉食事件が発生したとされるのもこの時期である。1944年12月に第18軍は 友軍兵の死肉を食すことを罰すると布告していたが、これに反して友軍に対する人肉食が発覚した4名が処刑されている。相当作戦に積極的なオーストラリア軍は包囲の輪を次第に狭め、1945年5月には上クにも侵入、日本軍を内陸部へと追い込んだ。この頃には日本軍としては珍しい集団投降する部隊も発生した。 第18軍主力の食料、弾薬は1945年9月までには、突き果てると予想され、1ヶ月後の玉砕全滅を覚悟していた1945年8月15日、終戦の知らせがニューギニアに届いた。9月13日、東部ニューギニアの日本軍は、オーストラリア軍に対して降伏し、武装解除の後、上枠沖合のムッシュ島に収容された。収容された。 陸海軍将兵の人数は1百1 9 7名であった。日本政府はニューギニアの山上に配慮し、福音船を優先的に送ったとされる。ムッシュ島には11月末に最初の福音船、カシマが到着し、1946年1月末までに将兵は順次日本に帰国した。この間にもムッシュ島では、 祖国へ帰る日を待ちわびながら1,148名が衰弱し池を引き取った。イドレシの後軍フォーヘルコップ半島における日本軍の兵力は東岸の間の区割りに第二軍司令部をはじめとする2万名、西端のソロンに第35師団司令部をはじめとする1万2,500名があった。ソロンの陸海軍部隊は孤立しながらもサクサクの採取などで現地自活し多くが 終戦まで持ちこたえた。一方間の区割りでは、第二軍司令官、豊島ふさた中将が2万名の自活は、不可能と判断、1万5千名に対して、南方200キロのベラウアン王の井戸霊転身しそこで、自活するよう命じた。1万5千名の将兵は1944年7月1日に、出発、食料補給の全くない中で、 熱帯雨林の横断や3000メートル級のアルファク、山越えで1から2ヶ月を費やして、井戸レにたどり着いた時、人数は6000から7000名にまで減っていた。さらに井戸レにはそれだけの人数を養える、佐ゴ屋氏は存在しなかった。将兵は終戦までの1年間、上とマラリアの生活を送った。戦後井戸レ地区からの生還者は3000名に満たなかった。 ほとんどをジャングルに覆われた未開で広大なニューギニア島の戦いで大きな役割を果たしたのは航空機であった。大型の輸送機を持たない日本軍は兵員や物資の輸送を海上輸送に頼ったがその海上輸送を確保するためには制空権が必須であった。日本軍は主に陸軍がニューギニアの航空船を担い新鋭の三式戦闘機など多くの機材と人員を 投入したが、制空権は、おおむね次のように推移した。航空戦力は初期においては、拮抗していたが、次第にの面でいずれも、連合軍側が優位になり、これが、ニューギニアの戦いの結果に決定的役割を果たす、ことになった。ニューギニアの戦いにおいて、ダグラス・マッカーサーは、しばしば最前線に出て、将兵を激励し、 また大胆な飛び石作戦を実施するなど優れた指導力を発揮した。1944年4月にホーランジアへ司令部を進めたマッカーサーはそこからフィリピン奪還作戦を指揮し、10月20日にレーテ島への帰還を果たした。戦いの焦点はフィリピン、伊桜島、沖縄へと移り、ニューギニアは次第に戦略的価値を失っていった。 東部ニューギニア戦線に投入された第18軍、将兵は16万名、西部ニューギニアも含めると、日本軍は20万名以上が戦いに参加した。そのうち生きて、内地の土を踏んだ者は2万名に過ぎなかった。犠牲者には徴用船で、ニューギニアへ赴いた船員たちなど、軍属や民間人、シンガポールの戦いで降伏したインド人捕虜も含まれ、 正確な全貌は不明である。連合軍の戦死者もオーストラリア軍8000名、アメリカ軍4000名に上った。現地人の犠牲者数は明らかではないが4万人から5万人とも推定されている。このような状況から、機関兵たちは、ジャワの極楽、ビルマの地獄、死んでも帰れぬニューギニアと評したという、ありがとうございます。